はいはい、皆さんこんにちは、りなじょーです。いつもたくさんのコメントやグッドボタンとありがとうございます。本日は中須川バター。今日は地下鉄で来たっちゃけど、4番出口から直結しとるゲイツビルにやってきました。今日も鍋を食べたいと思います。ゲイツビルの7階にある博多水炊大和さんにやってきました。最近鍋率高いよねなんかね、最近めっちゃ鍋が食べたいと。それでは早速行ってみよう。水炊きって結構高いイメージがあると思うんだけど、ここの水炊きのコースが安くてさ、博多コースって言ってお料理全6品ついとって、なんと3000円、そしてプラス1500円出したら飲み放題もつけることができるじゃん。めっちゃコスパいいと思うわ。てなわけで1杯目ビールで乾杯。まず初めに出てきたのは鶏皮ポン酢。最初からお酒が進むっちゃんね。そして2品目は蒸し鶏とモッツァレラチーズのシーザーサラダ。これめっちゃ美味しかった。なんかチーズ入っとって最高って感じ。全然食レポなってないけど。そして、こちら博多地鶏のバンバンジー、鶏尽くしでございます。続いて焼き枝豆。枝豆が焼かれとってめっちゃ珍しいよね。いつも通り食レポは向いておりませんので、もう行くしかないってことはい、ハイボールおかわりいただきまして、そして水炊き、やってきた名物の博多水炊きでございます。お野菜がたっぷり美味しそう。このコースね、この水炊きの野菜が来るまでの間に結構鶏尽くしでお腹いっぱいになれるけん、これめちゃくちゃほんとコスパがいいと思う。このお店はお店屋さんがやってくれるんじゃなくって自分でやるタイプやけん、美味しいお召し上がり方をちゃんと見て、まずはスープをいただきたいと思います。このスープがまたほっこりするお味でいいっちゃんね。博多地鶏の旨味をギュッと抽出した濃厚で深い味わいのスープ。そしてスープを飲んだら鶏ミンチとお野菜の方を入れていきたいと思います。博多水炊き大和のスープは8時間以上かけてじっくりと鶏本来の旨味と香りを引き出します。旨味が濃縮した濃厚スープはまさに絶品って書いてあった。でもね、ほんとね、なんかほっこりもするし、しっかり味もついておし、美味しかったです。何よりこのコースの安さよ。3000円よ。この3000円以外のコースにも4000円のコースとか5000円のコースとかあるっちゃけど、全然この3000円のコースで大満足って感じ。でも一番人気は4000円の堪能コースらしいよ。そしてコース最後の締めです。卵雑炊、縮れ麺、チーズリゾットって選べるっちゃけど、今回は卵雑炊で締めまして、ごちそうさまでした。ということで本日は博多水炊き大和をご案内いたしましたが、いかがだったでしょうか。営業時間は17時から24時、ゲイツビルの7階。アクセスもめちゃくちゃいいし、コスパも最強なので、気になった方はぜひ行ってみてください。ちょっと鍋続きで、前回もつ鍋、今回水炊きやったっちゃけど、次回は鍋じゃないよ。またお楽しみに。それではみんな、また会おう。バイバーイ。りなじょーでした。福岡大好き、博多大好き、りなじょー。